パリのサクレクール寺院サクレクール寺院は、フランス及び、フランス語圏に多く存在する、教会堂。聖なる心臓を意味し、イエス・キリストの精神に捧げられたことを意味する。内部モンマルトルのサクレクール寺院は、フランスのパリ市内18区モンマルトルの丘の頂に、そびえる、教会堂。ロマネスク様式、ビサンティン様式のバジリカ大聖堂。 ギベール・パリ大司教が計画を提唱。ペリグーのサンフロン大聖堂をモデルにポール・アバディが設計を担当した。1889年にいち早く完成していたエッフェル塔と共にパリ市内を見張らせる観光名所で、両建造物とも19世紀後半に構想された、比較的新しいものであるにもかかわらず、今やパリになくてはならない存在になっている。 南西からの長め大三共和制の憲法が発布された1875年にフランスの新しい生態の角出を祝う意味合いを込めて政府による直接的な支援を受けて建設が始まった。当時は不屈戦争とそれに続くパリコミューンによって命を失ったフランス市民を称える公共建造物としても考えられていたが年月が過ぎるにつれてその位置づけが 自のずと変容してしまう。実際に着工したのは1877年で、約4000万フランの費用と40年の歳月をかけ、1914年に完成したものの、礼拝のために解放されたのは、第一次世界大戦の終わり、1919年のことであったゆえに、この寺院は皮肉にも、不婦戦争以来のドイツに対する復讐の象徴として、 多くのフランス人から捉えられた。教会の鐘は通称サボアと呼ばれ、1895年にサボア地方で作られた、重さ約18トンの世界最大級の鐘である。ありがとうございます。